とうございました。感動の来日公演ツアーファイナルね、ラストすごいことになっておりますけれどもね、みんなあれあの人に騙された感じ。そういやお疲れ様でございます。大丈夫ですか。お疲れ様です。あマイクを渡してお疲れ様でした。大変恐縮です。いやこれ日本語知ってますね。日本語は苦手なんでゆっくりお願いいたします。そうですね、だいぶ僕結構お久しぶりにステージというかね。お久しぶりですね。そうですね、赤レンガ倉庫でお会いしました、ね、そうですね。あの時に比べるとなんていうか日本語が下手な振りが上手になってるなっていうのそれで相変わらず時々早くなります。ごめんなさい、私何言うか分かんなかったみたいです。いやー今日はもうそれコラボというんですか、すごいですねこれ。なんか知らないうちに話が進んでしまいましたですね。はい、びっくりしてるんですけどね。さっき聞いたんですよ。さっき聞いたんですか。はい、いや、がっつりリハやった感じがあるぐらいの。びっくりしましたよね。あっちね、皆さんご存知ですか。何のこっちゃわからんとやってるんじゃない。え、外国人は打てるでしょ。ほんでにやったらそれでええけどさ。いやーもう、まあ僕は知ってるんでね、今更あれなんですけど、そうなんですよ、まあ、来日ということでね、あのギャラクティックケンバンドでやってるんですけど、僕のフェイスブックに普通にカタカナでロドリゲスケンって申請するのやめてもらえます。あ、もうそれいいんですけど、どうですかね、まあ、今回来日公演ツアーファイナルということでね、今日もこの高校生を交えてのこれ、ちなみにだから結局なんでこんなことやることになったのか、なんか説明はないかな。あ、じゃあ日本語うまい、日本語うまい方とかに私片言、いや、じゃあ僕言いますわ。僕言いますわ。僕も知らないですけど、今日道中でね、高校生のバンドが出てましたよね。で、あれを、まあ、見てね、木村先生っていう方、桜ヶ丘高校の、木村先生という方の話がステージで出たんですけど、僕はその木村先生という方ご存じないですけど、さっき休憩時間中にここを通って、あ、どうも木村ですって言われて、その木村先生が今日は最後にとっておきネタありますから、って言うだから多分これのことなんですよ。ってことでしょ。その通りですね。そうでしょ。木村先生正しい。ものすごいやったったみたいな顔してました木村先生が。練習の会やってという感じでね。今日一日こうやって、まあ、いろんな年代の方とかね、国籍の違う方とか出てきたりとかしてあれしましたけれども、どうでしょう、こういう横浜でね、好きな人たちが本当にいろんなものをボーダレスに集まった感じで、ちょっと健さんからも一言、まあ、イベントに向け、そして集まってくれてる日本のファンの方にね、はい、一言です。はい、ありがとうございます。あと思います。皆さん今日は本当に大変恐縮です。つながるおかしいよ。楽しかったですか。ありがとうございます。横浜のイベントは時々出させていただくんですけども、はい、大の新日からいらっしゃいますからね。本当にもうね、横浜市のためだったらもうとにかくいつでも来日したいと思ってます。はい、気がですね。出演者の皆さんもですね、やっぱり開港の都市とね、やっぱり同じようにとてもオープンな方ばっかりで、はいはい、すごく皆さんすぐお友達になってくれるんですね。ミクシーとフェスとかね、すぐお友達になってくれたりして、はい、とてもいつも楽しくやらさせていただいてます。はい、これからも機会があれば、はい、たくさん出たいなと思っておりますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。新日バッターでございますからね。いや本当に、でも本当に最後にふさわしいフィナーレにふさわしいステージを、見せてくれたんじゃないでしょうか。改めましてギャラクティックケンバンドに大きな拍手をお願いします。そしてこれ次は桜ヶ丘高校いいのかな、いいの、桜ヶ丘高校のみんなにも大きな拍手をお願いします。最高でした。ありがとうございました。あ、ごめんごめん、僕何番の上何だっけ、自分で言うて何学校や。私たちポリアンナ、さっきやったバンドなんですけど、ロドリゲスさんの粋な働きによってなぜかステージに出る予定じゃなかったけど出てくれましたと、ポリアンナにも大きな拍手お願いします。
まあ、本当にフィナーレという感じがしましたけどね、いかがだったでしょうか。